おはようございます、本日はですね、今からデート Vlog を撮っていきたいなと思います。で、先週は嫁とがネイル行ってて、先々週は僕が車中泊してて、結構前から行ってないんで久々の車中泊かなと思うんですけど、久しぶり車中泊、久々のデート私しないよ車中泊。皆さんがお好きなデート Vlog やと思うんですけども、久々の投稿というところで、嫁蔵好きなコアなファンは喜んでくれてるんじゃないでしょうか。今からはですね、まずジョンブルに向かうんですけども、ジョンブルに向かって、前回藤原さんにデニムのことについて熱弁してもらったんで、それのお礼を言いに、ちょっと動画行こうかなと思ってますが、なので僕はジョンブル上下に、あと N ハリウッドの靴、ポリエスタイルじゃん。これはスニーカーは今日初おろしですが、ちょっとジョンブルっぽい感じの雰囲気で今日は行こうかなと思いました。で、嫁蔵さんはこちら、前アウトレットで買ったやつやな。そう、それにサンダルにおしゃれな格好して楽しみ、楽しみ、久しぶりのデートだもん。うわ楽しみやな、楽しみ。では行きたいなと思います。はい、それでは難波到着しました。実はですね、僕らの初デートの行ったコーヒー屋さんがあそこです。じゃん、並んでる。あそこ行ってオレンジのマフラー買ってな、俺。そうそう、今でもつけてるよな。うん、あれどこで買ったの？あれナノユニバースちゃうかったかな。そうそうそう、もうなんかフラッと入ってフラッと入って買ってんな。そう、寒いからね、買って買って。そうそうそう、寒いから買おうか、言ってな。似合ってたね。まああの時若いから何でも似合うねん。はい、それではジョンブルの方到着しました。中に入っていきたいなと思いますので、これはまた別動画で出しますので入っていきたいなと思います。はい、それでは行ってきました。ですね、藤原さんは今もう接客してあるので、最後は宮口さんがいてはります。ありがとうございます。じゃあありがとうございました。はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。遠くから藤原さんがすいません、ありがとうございました。では今からは昼ご飯は何しますか？寿司。また寿司かい。寿司こうやってたじゃん。何？時寿司？時寿司でしょ。また行きます。僕らがこういう何回も何回も行ってるのは、結構僕らもおすすめのやつなんで、一回しか行ってへんとこはおすすめじゃないとこもあるよな。とかなんかあんまり言わなかった何も言わんかったらちょっと僕らには合わんかったっていうか、その人に、他の人は合うかもしれないけど僕らは合わんかったんで。でもこんだけ時寿司行くってことは、時寿司はめちゃくちゃ好きっていうところだけお伝えして時寿司に行きます。はい、それでは時寿司行ってきます。それでは行ってきました。ごちそうさまでした。どうでした？美味しかった。食べたい。結構さ、500円にさ、いいよな、あれ。あれはすごく良かった。普通に1000円とかでも全然払うよな、あれやったら。うん、全然普通とか1000円とかする。赤味噌も入ってるし。ね、赤だし入ってて。だから俺、ご褒美のアワビ2貫食べちゃった。うん、思った。それだけで良かったもん。うん、では今からですね、ちょっといい具合にほろ酔いになってるので、ただただぼーっとナンバーハッチのところの階段から川を見たり景色を見たりするだけの時間を過ごします。行きます。はい、それではですね、ナンバーハッチの目の前のところのなんか座る場所で座ってます。そしてここで休憩したいなと思います。景色はこんな感じです。それ
それではですね、30分ぐらい休憩したので今から、タピオカを買いに行きたいなと思います。僕は全然興味ないですが、嫁蔵がタピオカ飲みたいらしいので行きたいなと思います。この後ろに見えるのがですね、ナンバーハッチといって、なんかアーティストの人とかなんかやるらしいんですけど、僕一回なんか大学の友達がダンスやってるのを見に来たことがあって入ったぐらいで、あんまり僕も何をする場所かは知らないんですけど、なんかよく ライブとかやってるみたいです。ではタピオカ行きます。ここの角を曲がればもうあるはずです。タイヤケア屋さんがあって、その横にあったー、もういいよ。あー涼しい。これは普通のシフォンケーキで、こっちは、うん、ほうじ茶。君やろ、うん、よかったな。よかった。ショコラも迷ったけど、うわクリームたっぷり、ね、おいしそう。ほんでこのアイスコーヒーカランカランって言ってアメ色のこういう荷物をかけるのがないときにクリップを使います。では最後はですね、嫁蔵リクエストのモヒートを飲んでですね、おそらく買えるとは思うんですけども、そのモヒートのお店はですね、僕らが一番最初に行ったカフェの場所、まだ付き合う前ですね、デートの段階で行ったカフェのところにモヒート行きます。はい、それではですね、到着しました。このお店の名前は全然知りませんが、俺も君と5年6年前に行った以来やわ。おう、はい、それではモヒートとビールで乾杯したいなと思います。じゃん。ではせーの、乾杯。どう？なんとも言われへんみたいです。え、美味しい。美味しいみたいです。幼稚園の時よく遊んでた友達がいて、幼稚園から中学校まで一緒だったんですけど、のお庭にこういうそのペパーミントっていうのかな、はいはいはい、ペパーミントがいっぱい生えてたから、遊べないって言ってて、その時懐かしい匂いの味がする。それは美味しいってこと？美味しい。うん、よかった。はい、それでは行ってきました。6年前か5年前に行った写真がこちらです。ドン。あ、ここ抜けてんのね、ここら辺にっていう感じで、年月が、経ったなというふうに思いますが、では最後は焼き鳥屋さんで締めたいなというふうに思います。今日行くのは、今から行くのは、初めて行くところなんですけど、なんか良さげな雰囲気なんで行こうかって言って行きたいなと思います。じゃん。Who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I knew we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on.Together, even if we tried, we'd be stuck here forever. Even if we stand right now, wanna make it through. But I'll get over you when it's not the way to hate you. It's what it is, not the love. はい、それでは行きました。めちゃくちゃうまくて。美味しかった。もううまかったな。これを感想しっかり言ってるってことは、だいぶ俺はうまいと思って言ってるな。でよう考えたらさ、多分デート Vlog って多分皆さん見てもらってるの、多分ゴールデンウィークからもう見てもらってなかったと思うんですけど、そうそうそう、まあ久々のデート Vlog やったけど、どうやった？いい一日だった。楽しかった。あっという間に夜になっちゃったね。もったいない。もっと出かけたいけど、まあまあまた今度行こうよ。こんな
っていう感じでですね、まあ、あの何気ない夫婦 あのデートの様子を見てもらいました、はい、という感じで、まあ、もうこれ以上はもう特に喋ることはないのでほろ酔いなのであとは帰りますのでこれで終わりたいなというふうに思います、はい、ではですね見てもらってありがとうございました。